剣と魔法のレグレス、西の女神。なんだか武将毛さんの動画つまんねえって俺に苦情来たんだけど、どういうこと？ちょっとしっかりしてくれっつーか、ジャンル違うかやめてくれ。ちゅうわけでね、なかなか恐ろしい怖いネタを持ってこないでくれっていう感じですかね。はい、今回のお話は、特にないんですが、まあこれをしたら嫌われるんだろうなっていう、まああれをね、ちょっとご教授したいなという感じですかね。まああれだよね、マウント系はだいたい嫌われるね。だいたい嫌われる。あのランキングマウントと EX マウントは 100% 嫌われるし、で今私もあのアストレア頑張ってるんですけれども、アストレアマウントですかって言われちゃったりとかしちゃって、ああめんどくせえと思ってるんだけど、まあしょうがないっちゃしょうがないよね。まあアストレアであれば、あの本当に頑張ってんだねっていう感じであれば、全然手伝いに行きますし、まあちょっと厳しいかもなと思ってても、だいたい手伝いに行きますね。まあマウントだけマウント取ってあと何にもしないっていうね、ああいう人たちはなりたくねえなと思ってるから。いるじゃないですか、ランキングね、ランカーさんで何もしてくれないやつとか、まあ EX クリアしたって自慢するだけして手伝ってくれないとかよくいるじゃないですか。そういう人間になりたくねえと思ってるから。まあでもね、あの EX はさすがにね、最低限の武器と武器は欲しいよねって思うので、まあその辺はね、ちょっと難しいかなと思うんだけれども、まあアストレアの場合は、なんか頑張ってる風だなと思えば、私の方で、まあ、火力も出るので、まあお助けになれば役に立っちゃいいかなっていう感じでやってますね。なんだろう、大して努力もしないで腕の習慣に立夏の腕の習慣に来る人はあんまり好きじゃないんだけど、アストレアをやるんであればそのバリアをちょっとでもね、割る努力があるのであれば、私は全然手伝います。なんだろうね、完全に邪険するわけじゃないんだけども、やっぱりそれなりに努力はしてほしいよなって、思っていますね。なんかのね、きっかけになってくれりゃいいなと思ってるので、その辺はね、もう少し前向きに、ログレスを楽しんでいただきたいなっていう感じですかね。まあ私の役目が終わったらまた、まあ、他の優しいね、通称最終処分場っていうパーティーさんがいますので、最終処分場の、まあ、名付けは、私なんですけど、当時ゴミだった私でもクリアさせてくれた素晴らしいパーティーさんなんで、あんまりディスりはしてないですよ。そんな仲悪いとかそういうのはないですけど、まあ、相手方はどう思ってるかは知らないです。まあ私としてはあの人たちは好きですよ、いいきっかけをくれたなっていうパーティーさんなので。ただもう私の方もデスペラード、ケンキ、バルキリー、ガデの方がまあまあ育ってきて、であと今リーフ挑戦するようになってきて、古代はちょっときびまだまだ厳しいなっていう感じで、まあとりあえず全キャラなんとかできればいいかなっていう感じで目指している感じですかね。それで、まあ、なるべくナツくんたちの、お世話にならないような、いろんなパーティーさんと組んだりとかして固定メンツを探したりとかして、結構楽しんでるっていう感じで、まあ、きっかけとしてはね、すごい、いい体験だったなっていう感じで、感謝してますよ。固定メンツもね、なかなかいいんですけれども、やっぱり外の世界を見るっていうのもやっぱり、面白いなと思ってるので、まあね、たまにね、まあ、揉めちゃったりとかもするけどね。まあそれはそれでしょうがないかなと、いろんな人いるからね。まあ他の人の強い人を見て、私の何が足りないかっていうのを見てっていうのは、よくやってますね。アストレアはね、すごく確かめやすいかなと思って、
知らない人でもとりあえず声をかけてみて、スルーされたら NG されてんだなと思って諦めてみたいなね、そういうの結構繰り返したりしますね。まああれだよね、まああんまり仲良くなりたくない人も、いるっちゃいるんで、まあしょうがないよね。初心者さん、出戻りさん、武器が足りない人をケチョンケチョンにする、なんとかハラスメントとかあるじゃないですか。ああいう人を、目の当たりにするとやっぱり、ちょっとこの人とは一緒にできねえなっていうのはありますよね。私も3年前に出戻りで帰ってきた時にケチョンケチョンにされてボロクソに言われた時期があったのであったんで、まあやっぱりそういう人間とはやっぱり関わりたくねえなっていうのはありますよね。まあその中でもやっぱり余裕のある、強い人が、手差し伸べてくれたりとかね、まあ、夏くんとか今世話になってる人たちもそうなんだけれども、まあ、やっぱりそういう人たちは一生付き合っていきたいなって思ってますね。なのでまあジョブが被っちゃったりして、っていう感じもあるんだけども、やっぱりデスペとケンキとバルキリーとガデができていればまあなんとか、手助けできるかなと思って、で最近リークの方もちょっと調子良くなってきたのが、あとミネルバぐらいかな、まあそれがあれば完成かなと思ってるんで、まあのんびりね、腕の周回の方をね頑張っていこうかなっていう感じですかね。まあね、合わない人とは無理に合わせなくてもいいかなと思ってる、今日この頃でございます。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。